メスマリちゃん、このやってみようのコーナー始まるよ。Let's go! Let's go!焼けたかな。かわいい。やばいよね。同じロケしてるのすごいな。すごいね、やっぱり。全然違う。九州が。かわいい。うん。Yeah!なるほどね。3人さ同じようなさ外ロケしてんのに焼け方違くない？一人だけ随分吸収したね。ね、吸収しました。なかなかいないね、こんなにこんがりの子ね。いないですね。いいですよ、でもね。まあまあ焼けた方がいいよ。いいですどんどん。いいですよ、すごい、うん、はい。さあじゃあ今日は何でしょうか。はい、あの謎謎は、うん、あの引き分けで、うん、クルーザーの値段当ては完敗してしまったので、はい、うん、今回こそは勝てそうな企画を持ってきました。はい、対決を挑んできたわけね。はい、はい、じゃあ三村さん、こちらの布をめくってください。ここの布ね。はい、お願いします。ほいほい、なんだこれ。え、シーモンスタースケッチ対決。イエーイ。何ですかこれ、シーモンスタースケッチ対決。はい、今から実際に海の生き物の名前を発表して、うん、それを、イメージして生物の姿とか形をイメージして書いてます。なるほど、知らないような名前が出てくるんだ。はい、はい、でも実際いるものなの。います。ほう、例えばタコって言われたらタコ書いて、はい、で、似ている方が勝ちなんですけど、実際の、はい、写真、そのジャッジをスタッフさんにしていただきます。わかりました。はい、負けないね、負けないな、これも。それでは参りましょう、シーモンスタースケッチ対決。絵心は、2人とも絵心。絵心でおなじみの2人です。絵心ブラザーズ。絵心ブラザーズ。すごい。いうコンビ名にしようかな。すごい。すごい。いや、私たちだってね、負けませんよ。絵心に関しては負けません。エロシスターズ。エロシスターズです。はい。エログロシスターズじゃねえ。そうですね。エログロシスターズ。エログロシスターズって。やばいよね。負けたチームには、また顔に落書きをされるので、頑張ってください。まあ、そうでしょう。落書きして滑らしてやるかな、お前。よし、俺もそうしてやろう。今日は滑らしてやろう。じゃあ。いやです。はい、それでは早速参りましょう。Are you ready? イエーイ。問題。早速第1問、シーモンスタースケッチ。お題は？はい。はい、カエルアンコウです。カエルアンコウ。わーわーわー。ちょっと待ってくださいよ。まず1人目のジャッジは番組 AD の三沢カレンさんに判定していただきます。お願いします。お願いします。ジャッジするのは AD 歴3ヶ月の三沢カレン。厳しいジャッジをするから両チームとも頑張って。考えて、想像して、めっちゃ想像を膨らませてやってください。すごい、みんなめっちゃ真剣に書いてますね。いや、だって本当に勝ちたいんだもん。あのね、一回も負けたくないのよ。まだね、ミスマリンちゃんには一回もね、いろんなことで負けたくない。まだ負けるわけいかないんだよ。ヒントいりますか？いりますよ。今から？もう結構いらないですか？書いちゃったけど。じゃあいいですか？けど一応一応書き直す可能性もある。カエルアンコはですね、泳ぎは下手くそなため歩くように移動するということです。これ合ってるやっぱり。え？合ってる？もうすぐタイムアップ。ちょっと私合ってる。ダメタイムアップなし。ここでタイムアップ。はい、ではまずサマーズさんチームから見ていきましょう。はい、うん、いいですか。うん、では両方見せていいの。はい、2人ともお願いします。回答オープン。ドン、はい、まあ似てるな。似てる、カエルですね。似てますね。なんかまあだからカエルっぽいアンコってことですよね、結局ね。だからまあこの明かり、深海にいるでしょうから、俺も海の底にいますよ、これ。この明かりに寄ってきた魚を食べるんですよね。あ、でまあ歩く魚いるじゃない、うん、パカパカって、うん、
ああいうことですね。僕もあの足がだからカエルっぽくして、はい、まあ、顔も若干カエルに似てるんですけど、このアンコウ感は残し、目玉飛び出し、 あと口もアンコウですよ。これ歯がありますね。アンコウ歯がありますね。はい、だからこのヒレが足になってんでね、進化して、うん、あ、まあヒントによりそれが追加されますよね。パタパタパタ。じゃあカエルとアンコウをイメージして描いたってことですね。はい、まあちょっと、うん、ベタだってカエルアンコちょっとベタな形でやってみましたけど、はい、はい、じゃあ続いてミスマリンちゃんチーム、うん、回答オープン。オープンします、はい、うわー、賭けだねこれ。これはだってかなりカエルだ、キリンっぽく立ってるよねで角2本あるよね。何それ。どこからそのイメージをしたの。こっち側がアンコウで、うん、こっちがカエルをイメージしました。昔うなぎに卵っちみたいな、うなぎみたいな。怖い。これは人ですよね。そうですね。誰ですか。とりあえずなんか口のあたりはちょっとアンコウっぽく人だよ ね、 ね、アンコウの特徴って何か知ってる。何ですか。ここですか。明かりですよ、ね、明かりですよね。明かり、この明かり、ピロリンの明かりですよ。そしたら私ピロリンだけいいですか。いや2本ないんでもうダメだよ。ダメです。もうこれ厳しくジャッジしていただきたいよね、はい、じゃあですね、どちらの代表でいくか決めてください。いやーこれはちょっと難しい。どちらも一緒だね。一緒だね。大谷さん行ってくださいますか。じゃあ、うん、大竹さん行ってきましょう、はい、じゃあ大竹さんと、はい、リッコちゃんで、はいはい、代表者は大竹さんとリッコに決定。カエルアンコウの正体は。じゃあ正解を発表します。はい、正解はこちら。あそこにあれ、うわ、かわいい。近くない。近い。やべえぞ。近い。近い。あれ、ちょうちんアンコウか。ちょうちんか。アンコウイコールじゃねえんだ。ちょうちんなのか。うわ、俺のが近かったのかな。でも近いじゃん。近くない、うん、背びれのギザギザありますからね、私、うん、こちらアンコウの仲間で顔がカエルに似ていることからこの名前になったそうです、うん、はい、あ、ちょっとこれはもう判断に。だって魚じゃねえんだもん。でもこの丸の子のドット柄、ちょっとドット柄がちょっと確かに。特徴的、まあね、うん、じゃあこれ特徴的に書いた方が勝ちなんで、ね、ね、特徴的に書いたのはこっちですね。いや、これはもうだから分かんないですよ。彼女のジャッジです。え、だってすいません。ジャッジタイム。背びれを書いたサマーズチームか、はたまたドット柄を書いたミスマリンちゃんチーム。三沢が選ぶカエルアンコウはどっち。サマーズチームです。やったー、やったー、入ったよ。ちょっとね、不安だって。どうした。あれが魚っぽくなかったので。やっぱり、そうだね、はい、これをもうちょっと足が短かったら勝ったかもしれない。ヒレがついてたらね。そうです、ね、純粋にそう思った。俺らもやべ、ピンチって思ったけど、もう最大のピンチだったね。提灯をつけてしまったから、ね、ナイス。ただ彼女には俺らに。よかったー。ナイスジャッジ。グッジョー。コングラチュレーションズ。第1問目はサマーズチームの勝利。負けたミスマリンちゃんチームは罰ゲーム。まあまあ第1回戦だから優しくね。第1回戦だからね、優しめに。滑っちゃったけどごめんね。毎回ね。ね。はい、それでは2人同時に振り返ってください。どうぞ、せーの、さーん。ナイス。ナイス。俺の方コンセプト分かんないじゃん。豚じゃん、豚じゃん。To be continued.